수령님께서 왕대산 혁명 사조제를 찾으시어 1930년대 전반기 두만강 뉴스를 그리시면서 벌린 조선인민 혁명이다. 김일성 주석교수의 부위원회가 구회에서도 発足しました. 위원회와 6월 11일부터 7월 9일까지의 間に 김일성 주석의 도토의 革命的 성과와 業績를 称える 討論会, 映画会 など 정치 문화의 모여서 行うことにしました. 敬愛する最高指導者金正恩総書記の歴史的な中国訪問1周年に際して 14日から20日まで北京で朝鮮民主主義人民共和国文化展覧会が行われました。会場に金正恩委員長の歴史的な中国訪問の写真が掲げられていました。また金正恩委員長の普及の著作とその精力的な対外活動を見せる写真集諸村の切手と諸村民族の創造的な才能が宿る美術作品が展示されていました。オープニングセレモニーに中国社会平和基金会主席をはじめ各界の人のほか市民多数中国駐在諸村大使館員などが参加しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長を各国の人が熱烈に称えています。セネガル独立労働党書記長は金正恩委員長は老練で正しい政治的手腕で2018年6月12日シンガポールでのアメリカ合衆国大統領との歴史的な初の首脳会談を実現させたとし、金正恩委員長は世界のすべての国家元首がいつどこでも人民の利益を優先させて活動すべきだという行動の指針をはっきり示したと述べました。前インド進歩戦線中央委員会書記長と今後民主共和国共産党書記長は、金正恩委員長はシンガポール東米首脳会談で世界の外交史の新しいページを添えたとし、金正恩委員長は偉大な抜きんでた指導者だと述べました。北東山の偉人称賛の国際祭典スイス組織委員会委員長は、世界史に記される出来事である朝米首脳対面の実現は金正恩委員長の精力的で一貫した平和の政策の見事な結実だと述べました。元インドネシア共和国大統領は、金正恩委員長は自信に満ちた大胆な決断によって諸村半島の明るい展望を開き歴史の新しいページを開いたと述べました。アジア地域地球思想研究所理事長は、尊敬する金正恩委員長は朝米首脳会談で立派な成果を収めたとし、金正恩委員長の名は世界平和の保護者恩人として末永く輝くだろうと述べました。朝鮮労働党出版社から実話集人民の中で第108巻が出版されました。新刊には国の繁栄と人民の幸福のために、世界の自主開業のために一生を捧げた偉大な金日成主席の不滅の業績と高邁な人民的風格を語る16編の回想実話が収められています。朝鮮民主主義人民共和国各級人民会議代議員選挙法に準じて、各道直轄市、市区域、郡に組織された選挙区と選挙分区に選挙委員会が組織され活動を始めました。障害者の日に際して、朝鮮障害者芸術協会会員の歌と踊りのアンサンブルが18日から平安南道平村市で行われています。道内の各階層の勤労者、青年学生、障害者とその家族が講演を見ました。出演者たちは講演を通して、最も優れた社会主義制度の障害者保護政策の下で文化生活を思う存分営み、才能のあるソリスト、舞踊家、歌手に育つ自分たちの幸せな姿を感銘深く表しました。講演が続きます。朝鮮半島の平和と繁栄統一のための国際行動機関と歴史的な6月12日朝米共同声明の採択1周年に際して、ベネズエラとルーマニア、日本で集会と座談会討論会が、シリアとギニア、アンゴラで映画会が、セネガルでインターネット写真展が行われました。映画会では
歴史的な初の朝米首脳対面と会談の記録映画が上映されました。ニューヨーク市には各界の人のほか大勢の市民が参加しました。歴史的な6月12日朝米共同声明の採択1周年に際してインドとブラジルの団体が声明を発表しました。インド地質学研究委員会は6月12日朝米共同声明の採択は全て金正恩委員長の大油断によってもたらされた輝かしい結実だとし、朝米共同声明は必ず履行されるべきだと述べました。諸国人民間の平和と連帯のためのブラジルセンターは朝鮮半島と地域、世界の平和を実現するための理定表となる朝米共同声明の履行を望むとし、共和国が取った原則的な立場に支持を表しました。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、南朝鮮の各地域で各階層の団体が北と南の宣言の履行に出る意思を卑劣する多様な活動を展開しました。大学生進歩連合は15日ソウルで、南と北は言語も一つ血筋も一つというテーマで宣伝活動を展開し、民族の分裂を終わらせ統一を実現すべき必要性を主張しました。この日クアンジュ、南朝鮮漢運動の人村などでも4月27日パンムンジョム宣言と9月平壌共同宣言の履行によって国の統一を早めることを誓う各階層の団体の催しがありました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井美津子でした。こちらは朝鮮の声放送です。新しい世代や音楽の金正恩委員長、新しい世代を大事にしあらゆる配慮を施している敬愛する最高指導者金正恩委員長の熱い思いやりに国際社会は感動を表しています。ロシアのコムソモリスカヤ・プラウダ新聞社のホームページには次のような内容の記事が載りました。朝鮮の子どもたちは何の気兼ねなく金正恩委員長に抱きついたりする。いわばそのもとに国中の子どもがいると言える。朝鮮で親のいない子どもたちは金正恩委員長の特別な関心の中にいる。子どものためには時間を惜しまず肉親の愛情を注ぎ、新しい世代のためのことを一番の国事とみなすのがまさに金正恩委員長の未来観である。朝鮮はこのように崇高な思想の持ち主である金正恩委員長に導かれ、その元で生まれる金正恩委員長と子供の間の肉親のようなつながりを語る感動深い話は世界中の人々を深く感動させている。送る小児病院を見たラテンアメリカ父思想研究所の理事長は、金正恩委員長は子供のためには何も惜しんでいない方だということを肌で感じた。素晴らしい病院にただただ感動するばかりだ。病院というよりは子供の宮殿だというのが正しいだろう。子供の夢を大事にし叶えてくれる熱い恩情があって、朝鮮の子供は何の心配もなく幸せに暮らし、いつも喜びに溢れていると言いました。平壌教員大学を見学した中国北京西安大学の教授博士の小行員さんは、この大学は教育の科学化と情報化、近代化が高いレベルで実現しているとし、次のように続けました。強調して大事なことを感じましたが、それは朝鮮の最高指導者が教育をとても重視しているということです。今子どもの早期教育は世界的にも一番重要なことと認められています。なぜならそれが子どもの一生と国の発展に大きな影響を及ぼすからです。それで私は金正恩委員長がこの大学を軍縮としたことを聞いて、国家が子どもの早期教育に大きな関心を持っているということが分かりました。それが大変重要なことだと思います。朝鮮の自主的平和統一支持テル委員会は声明を発表し、
子供を貴重な宝として配慮の限りを尽くしている。尊敬する金正恩委員長の高潔な姿は主人も感動させている。その恩返しに包まれ、祖先の子供たちが父の社会主義運用、国の統一運用の皇族体に探すものと確信していると述べました。世界の声でした。自力構成で栄えるところ、祖孫人民は自力構成の旗を高く掲げて社会主義建設を力強く推し進めています。この先頭に反乱道民が立っており、その精神を国中の人民が見習っています。反乱道では全てのものが足りない状況下でも自力でスケールの大きい水力発電所を相次いで建てて、地方経済発展の根源である電力問題を解決しました。安全青年第二号発電所と温山青年発電所は言うまでもなく、温山軍用発電所もやはり自力構成の精神が生んだものです。数千メートルの水路用トンネルの工事に数年がかかったことだけを見ても、この工事がどんな悪条件で進められたかがすぐわかります。しかし観音堂の人たちは歯を食いしばって奮闘して、トンネル掘削とダム工事など膨大な発電所の建設を見事に終えました。発電所で生産される電気で道内の工場をフル稼働させ、各種製品を量産しています。温山川口工場、トンドン総合食品工場など多くの工場企業で品数がはるかに増え、生産が正常化しています。また短期間に能力の大きい道育病場が作られ、温山戦勝栄誉軍人カバン工場、温山市トウモロコシ加工工場が増改築され、レボン山ブランドのミネラルウォーター工場が完工しました。その過程に観音堂の人たちは、自力構成はまさに幸せをもたらす神で万能の力であることを痛感しました。それでここの人たちは自力構成の旗を高く掲げて、全人民が唐突日戦、総決死戦を繰り広げ、社会主義建設で一大飛躍を遂げることを国中の勤労者に呼びかけ、その先頭に立ちました。食料や燃料、鋼材やセミント、基礎化学製品、各種仕上げ建材をはじめ、道の経済発展と人民生活の向上に必要なものを自給自足する段階に入ろうとしています。ここ数年の間に道を全てのものが豊かな理想的なところに変えようというのがここの人たちの目標です。エネルギー問題の解決で要となる6つの発電所の工事を繰り上げて終え、続けて新しい発電所をもっと建てて、道の発電能力を引き上げることを誓っています。道内の大小の地場産業工場の製品を全てブランド商品にし、穀物生産で高い実績を記録し、大規模な野菜温室農場を自力で建てようとしています。観音堂を自給自足を一番先に実現した先駆け、最も文化的で一番裕福な道に変えようとの一念で胸を燃やしているここの人たちです。自力構成で栄えるところ、交代しておらしました。